じゃあ行くか。じゃあ突っ込むぞ。おお、この曲かい。緊張感が全くねえな。もっとやってやるぜみたいな。このまま突っ込むんだ。おお、派手に行きましたね。ここが神の卵か。薄気味悪いところだぜ。彗星という殻の中で神を孵化させるか。なるほど、まさしく神の卵だな。おまけにその殻自体もレンズで作られてるってわけか。はてさて、何が起きることやら。何が起きたって関係ない。力ずくで進むだけさ。今までだってそうしてきたんだしね。みんな、泣いても笑ってもこれが最後の戦いになる。俺たちの全てをぶつけて神を倒すんだ。ええ、行きましょう。カイル、負けてたまるか。俺たちの意地を見せてやるんだ。おい、カイル、いつもみたいに張り切りすぎてケツまずいたりするんじゃねえぞ。そういうあんたこそエルレインの色化に騙されないようにね。やれやれ、最後まで緊張感のかけらもないやつらだな。とかなんとか憎まれ口叩きながらも結構みんなのこと気に入ってるくせに。僕はただ…ほら、ジューダス、行きましょう。みんな待ってるわよ。神の卵の最深部にエルレインはいるはずだ。先に進もう。そうだな、ついに来てしまったが。なら、そんな感じはしないけど、そういった感じはあまりなんか実感しないんだが。あれ、ちょっと、なるほど、何これ、フォルトナ像か。これはなかなかいい感じあるじゃん。デスニーツアーの後半の走るのがめっちゃ速いからいいな。非常に行きやすいな。しかし、なんてこったい。じゃあ取りに行こうじゃないか。あ、そっか、薬草系使ってねえな。使うか、ちょっといい加減に。それも全部使って、もうそうしよう。それで俺も闘技場入れても聞いてもらうから。おっ、すげえ、なんだこれ。ダメージどのくらい食らってるか分かんない。おお、ここら辺まだ見たことないんだよな。暴れてんな。なんかレベル上げてもいいかな、お前。もう俺の目的がなんかフォー達成してるような感じあるからね。もうレベルなんかは80、90ぐらいまでやってもなんかもう別にバチは当たんねえんじゃないの。知らねえけど。まあそう、まあ、まだ時間かんねえよな。どうすか。そこまでやんなら結構時間かんねえよな。そうするためにはどうするか。一晩放置でもぐるぐるずっと回しとくか。なんだこれ、下どうやって行くんだ。まだ行けない。いや、この曲いいわ。なんだかんだ一番最初の戦闘曲はこの曲なんですか。最初の曲はなんか疾走感というか、あれ久しぶりになんかあの一番最初のオープニングの時本当あれ高まったかな。強くね。あ、こいつあれやってくんじゃん。何なんだお前たち。あなた方何やってくん。44食べてみる。テン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 。テンション上がってくる。それ夏っぽさがある。最初の戦闘機もなんか夏っぽさがある。これもなんか夏の終わりって感じだな。そんな感じがしないかい。俺だけか、それは。一体俺どこに行けばいいんだ。でもなんかそういう感じがもう漂ってんだ。そうか、薬草使いまくってもうドーピングしてそれで挑めばいいんだ。あれ、闘技場何回やってもあれできなかったんだよな。すげえな、一気に派手になったからね。もっと派手になってもいいんだけど、やっぱ派手だと面白いな。リメイク版のデスティニーはなんかすっごいなんかめっちゃ派手だったけど、何回でも攻撃し放題みたいな。どんどんなんかもうみんなもうバシャンバシャンバシャンみたいな。だんだんそんな感じになってきたな。
これはなんだといいんだ。乗るよ乗るよ。いやちょっとこれわからんわこれわかんねえだろ。これなんだこれ。いいえ、あこれ反応してんだ。あじゃあこれでよかったんだ。多分これでだからルート変えてくんだろ多分。そういうことだろ。知らねえけど、お宝別になんか無理に取れそうないんじゃない。多分そんなにないんじゃない。おそらくいいやつは。これどうどうに、あこれでまあ第一なんか突破したのか。はい、ちょっとわからんな、これは。そのどっち側から行くの。あ、そっち、そっち行って、これ合ってんの、合ってるかどうかわからんところあれじゃないかこれはあれなんじゃない。一回こういうことか。あ、そういうことね。お、来た。塵も残る。行くぞ、超破滅召喚。おお、呪いに抱かれて消えろ。これ名言だろ。でこうじゃん。でこうでしょ。下に向けるでしょ。でこれであっちがいけるはずでしょ。であっちがいけるはずだからこのままやって、これあるんじゃん。あこれいやいいのか。え、いいのこれ。わからんぞ。あこれいけてる、いいの、こうか。でこれできるようになったよね。これ大丈夫かよ。くわかんねえな。適当にやってっけどさ。はい。あ、これ大丈夫か。もう永遠にはまってるな。あれこれ戻れなくね、これ。え、あっちも連動した。この水色のやつ。よくわかんねえな。これ全部連動してんの、もしかして。色で。そういうこと。まあ、よくわからんな。とりあえずは目的地にたどり着いたっぽいからいいや。宝も多分さ、ないだろ。俺は降りるぞ。おお。あ、こうやって道を作っていくのね。なるほど。さあ戻ってんだよ。それでもなんかああやってなんかスイッチを押していくっていう感じだった気がするんだよ。俺の記憶が正しければ。さあ戻ってきたぞ。まあ片っ端からいいんだろうね。てててててれてててて。どちらこっちか。やり直し？小さくなった。ああこれに入るとでかくなるって感じか。これは？ないこれ。ああ。結構大丈夫。リチャールセフト、わかんねえな。なんかこれ小さくなきゃダメだったような記憶はある。なんかぶっ壊れた気がするんだよな。あそこでなんか足場が崩れてない。そんな記憶ある。ほい。おお、ここでまさか使うことになった。本当は一番最後の最後のとこうと思ったけど、まあそもそもそれが使えることが、それが使えることがどうかも分からんからな。あのミクトロも倒した技じゃないか、あれは。これいけんの？あ、これはあれか。ここででかくなるゲームか。で、これで、あ、こうなった。わかんねえな。飛び降りる、飛び降りちゃダメなんじゃねえか。でもなんか行けるとこない、もしかして。こっちも行ってないよな。まずでかくなってみるか。なるべくさっくり行きたいからな。さっくりは行きたいと思ってるから。ここ行けないの。あ、こういうこっち押して、あ、これでよかったんだ。でこっちはいけない、こっちもいけない。でかいままいけないの。あ、いけんじゃん。はい、あっち行くべきだったんじゃねえか。これはこれどこつながってる。あ、やべえ、あ、戻ってきてしまった。あ、こういうこと、こ
覚悟じゃね。え、あでもまあこれで、え、あこういうことか。なるほど、小さくないといけないと思う。でもう一個これ、あー落ちれるのね。落ちたけど、あこれでいけばいいのか。そういうこと、どうつながってんのこれ。落ちれるのか。あそこは？あ、大きさで違うんだ、行く場所が。なるほど、変わってくるのか。よし、やっとこれで行ったか。これこのまま行けんのかよ。行けるんかい。戻り戻って、やっぱサクサク行ってんな。俺はとても素晴らしいと思うんですよ。レッド製造がいいじゃないか。体力結構アップするじゃなくて。さあどこに行けばいいんだ俺は。これぐるぐる待ってけんのか。黄昏用か、それでいいのか。この謎だな、謎部屋だな。もうガンガン使うべきだ。クリアするためだったらもうなんだ、もうどんな知らないで使うと思うか。まず1個ぐらいか、仕掛けの類のあれは。どこに行けばいいんだろう。またこういう感じ。あ、なんだ、なんでこいだ今。滑りやすそうだにしてもこう結構派手だったな。これやばそうじゃねえか。これ大丈夫かこれ。これ危なくね。あこれゆっくりゆっくり行くべきやな。あそういう感じだね。じゃあ超これは頑張ってあれだな。これ怖すぎだろこれ。おお崩れてた、崩れちゃっちまったぞ。どうすぎに飛んでは一体。あこれ落ちちゃいけないパターンかこれ。これゆっくりゆっくりだもんな。怖すぎだろこれ。やめてくれー。ここどうやって行くの。あそこどうやって行くの。やばい、あ、ちまったこれ。あこれ戻れない。あーやっちまった、戻れないパターンじゃん。やらかしたな。あれあいつじゃなかった、足らなかったな。しかもスルーしてしまった。あでも別にあれなんか普通にはいけんだこれは。であのわけなかね、骸骨はスルーして、でまた普通に行けばいいんだね。あれここ行ってないよね。あもうこれでおしまいじゃん。あでもこれで問題ないのか。あれどこ行ったっけ。あこういう感じか。でこれは OK とか。OK 牧場だけどな。あこいつらあったじゃん。あ、こっちか、こっち行ってないのこれ。あー、ここね。あれこれもうこれじゃない。これが一番下か。あ、なるほど。じゃあ、これでよかったんじゃ。そうしてくぞお前ら。誰だおめえは。行き止まりみたいだね。それにしても、なんだいここは。壁には鏡、床には変な模様。デリスエンブレムね。歪められた時間と時空を正す魔法の紋章。こっちの鏡は何だろうな。見たところ普通の鏡臭いが。あ、これただの鏡じゃねえぞ。この鏡は人の肉体ではなく精神を映しているんだわ。精神を映す。前にエルレインに夢を見させられたことがあったでしょ。あれと同じよ。この鏡の中にはみんなの記憶をかたどった世界が広がっている。記憶をかたどった世界か。どこまで歪められていることやら。大方そのデリスエンブレムとかいうもので歪みを戻せということだろうが。この先にエルレインがいるのなら先に進むだけさ。行こうみんな。
デリスエンブレムの間にある鏡の中に入る以外先に進む方法はないみたいだ。デリスエンブレムの、なるほど。だから突っ込むしかない、突っ込むしかない。もう変わったな、敵のなんかバリエーションが変わったぞ。面白くなってきたじゃねえか。俺はどこでも突っ込んでくる。でもここらの敵はなんか普通に対応できるんだよな。あの闘技場とかのあれなんだっけ。確かにまあ途中でたまにちょっと面倒くさい敵出てくるけど、なんかあれだな。ここはもうなんか割と、まあ、レベル上げすぎたってのはあるかも。まあ大丈夫だ、まあいいだろう。多分あいつとの戦いはとてつもなく長い戦いになるだろうから、むしろこんぐらいちょうどよかったな。チープトリック、ダカ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 ダン。おあれ自ら毒からってめっちゃ強くね。おめっちゃ食らってるし、めっちゃ食らってんじゃん。俺もちょっと気をつけなきゃダメだ。体力勝手に減ってるけど大丈夫かこれ。おいジラスやべえぞ。リザレクションはいいんじゃねえかも。エアプレガード硬いな。みんな大丈夫？よくわかんないのこいつ、謎的だな。これはトレか。なになに、おおちょっと裏切り者ゆえに断罪、信仰忘れた愚か者、あだなせ危険ならもん。異端の知識に染まりしまうなるほど、なるほどね。いいんじゃないのかい、これ入れんのこれ。入れなそうだな。いや、こういうとこなんかあるかもしれない。恋裏とかな、なんもないのかい。なんもねえのか、これもそう。ミラクルグミが現れた。てててててて。これ何だこれ、片っ端から言えばいいのかな。セボリー。これのやつ全部使ったら結構どんぐらい強くなんだろうな。さすがにこれ使って全部やったらあれだろう、闘技場制覇できるだろう、きっと。本当は使いたくないような気もする。今度は私の番みたいだね。このゴミの山はトラッシュマウンテンか。はい、やばくねえかこれ、大丈夫かな。ダメージ食らってるしな。そういうことだろ。であいつは確か炎だろ。あれ炎、炎弱いと思う。劣化戦かじゃん。劣化戦とこれが、まあ、バレンとかも来ない適当でいいだろ。おこれ止めればいいんだ。これ逃げれんのこれ。あれ逃げれんの、まあ、どうにかなんでしょう。あこれめっちゃ食らってんじゃん。あこれめっちゃ強いじゃん。あこれいいじゃん。あ当然じゃないこれ、もう余裕で。よし、あぶね。ニブルヘイズとか連れて行かれそうになったな。ナダリ全く入れてねえからね最近バトルに。なるほど、こうやってまあ集めていかなきゃいけないのね。これ何、何もないか。こっちに行ってみるじゃあ。宝宝、あの宝箱強えな。殺されたぞ何回も。ただトレカってなんだろう。スロットアイテムの効果、スロットアイテム、あのそういえばなんかわけのわかんねえものを持ってきやがって。一体何て言うんだね。おお銃出すか。ここオベロン社廃校か。どうやら僕の記憶らしいな。ガバッと行きなさい。
答えたらか。あれだな、あれやってるんじゃん。なんかセーブをしてねえわ。ちょっとまずいかもね、どうにかしないと。何しようかな、これでいいかな。とりあえずは勝てるでしょ。ちょっと新鮮だな。基本俺帰るしかそうしてねえから。全然なんか操作感が全く違う。おお、やめ聞かねえんだな。戦列国宝戦、怖えな、なんかやらかしてる声は。お、月戦国いいじゃん。月戦国チェ、こういう感じなんだ。なるほど、今俺は練習をしてる。勝てんだろこれ。俺が変な俺やんだけど。戦列国宝戦、あ、これいいな。このコンボいいかもしれない。やりやすいかもしれない。なぜ俺は一体何を勉強してるんだ。俺ここでちょっとあれだ、油断したらいかんと。やばいやばいやばい。ほらこれ油断したらちょっと危ないことになってしまうから、そこは気をつけなきゃ。時間の無駄だ。なんだかんだあるよね。何をしたんだっけ、忘れちまった。あ、そうか、 6人分やんなきゃいけないんだよな。それは非常にまずいんじゃないのか。いえ、取るかばっかり。もう宝を戦いたくないな、できれば。倒せるじゃ倒せるけど。こっち？ジェットブーツ。あれだ、もう全部回ったんじゃないか。回ってねえか。回ってるわけねえやろ。こっち側はなんかないな。なんもない。あ、こっち行ってねえわ。こっち行ってねえな。それに新しい領域来たぞ。俺はどこに行けばいいの？あれ？あ、降りれんの？すげえな。とんでもねえ握力が強そう。握力っつうのか。腕力というか。とんでもねえところだ。あ、こっちへんかい。どれか。ハロロとか。あら、ここって地上軍の拠点かしら。ずいぶんとボロっちいけど。どういう系？ああ、光か。リバイスはできんじゃん。やっちゃおう。まあできるかあんねん。これが十字キーでなんかあの無理だ。さすがに無理じゃねえか。しょうがない。あ、これも倒せんだな。地道にやっていけば。これはライガショー結構、なんかでも結構強いんじゃない。おお、なんか殴りそんななんか悪くな気がするけど。横張りなんか殴りでもなんか割とそこそこじゃないけそうな感じがするぞ。これでもだいぶ削ってきた。リバインセーバー使わせてなかったな。なんか栄翔してる間にあれなんか下の中十字キーが現れるんだけど、なんかあれでその通りにやっていけばなんか多少早くなんとか魔法が出せるか。そういうのがあったような気がするんだよ。まあええわ。これ何個目だ、3個目か。俺はどこに行けばいいんだ。トゥルトゥル、平和だな。曲がストレイライズ大神殿ってことはリアラか。うん、私にはこの手の魔法は通じないわ。だからきっとロニノだと思う。そうなのか。記憶を見たからといってなんか心が体力やべえな。心がなんか満たされるとかそういうあれはないし、いいんじゃないのか。これでいいかな。なんだかで一回もそうしてねえから。そうだ、そういいね。まあこれ悪くないんじゃない。そうだぞ、さらに真空化されて。でも強いんじゃね。
お前でも若干クソあるけどなんかあれだまあ結構いい感じだよ体力体力こんな増えたないつの間にかとんでもでもなってんすよすげえなもうそらそらけど十分だろうなまあなんでこれ何だかのこれがいいのかな運命は時に厳しい懐かしいななんか作業にも戦闘参加しねえからな先生しうわ一体何であるのかこっちこれなんだなハートトゥーハートあらゆる世界あらゆる場所にあらゆるこれなんかファンタジーでもあった気がするな確か心がつながる迷わないもう下行ってないよなこれ何鎖かけないどうこだあ、行くよ見るあれこう来てこっちかなぜ気づかなかったこのとこにこのとこで道があるなんてこれは悲しいぞ私は悲しいぞまあだいぶあるかもだいぶ来たんじゃないのデュンデュンデュンここはもうなんだかんだまっすぐにそうエリクシルのが久しぶりに見たなるほどてててててて私はどこに行けばいいの適当に行くしかあるねラグナイト行くかこれおお、黄昏だなラグナ遺跡俺の記憶の世界よし行くぜはっ取り入るぜ電撃波手こずらせやがってあれでも簡単だって一番簡単だってこれ揃ったかこれリアラかかんねえって言ったからなこっちかおおマジカルルージュとは一体しのああ割れ木そういう感じかなるほど一回じゃもうちょっと綺麗だなこれはどこ行けばいいのかなはいあこれで行けるなったと扉よ開け真実の道よおおデリスエンブレムの仕掛けを抜けたエルレインの居場所は近い近いのか怖すぎだろ急になんかあのやる気満々の曲だったのになんかあれだなみたいな感じで曲になっちゃったじゃねえかやばいんじゃねえかこれはおおやらかしたな余計なものに触ってはいけないという触れてはいけないというものなのか別に戦うことによって経験値が得られるんだったらまあそれで別に構わないもうやってくれたまえさあ暴れてくれ2番セーバーやってほしかったないや強いなディバインセーバーとなんか SK99 めっちゃ強いよななんかあの2つだけグーを抜いてるでここのこのフロアになんかあるらしいんだよなそのなんつうの宝石がなこれなんだよおうよくわかんないタイマーが出ないんだなんか防御回数防御回数はまあ多い方がいいのかもしれんなそりゃ謎だこいつ無視していい燃やしてしまいこういうの連打すればなんかありそうな気がするんだよな不気味だなゴールドアーマーゴールドアーマーギルガメスほうめっちゃ上がんじゃんまあ
まあいいんじゃないの。めっちゃ上がるな。またでこれでいいか。ミラージマート。とりあえずよくわかんなくなったらとりあえず連打すると。連打することによって見つかるものがあるかもしれない。だいぶ進んでる感じがするが、ラストフェンスだ。あれ、ここってあれじゃないのかな。結構やばいあれなんじゃないの。ほう。なるほど。はいはいはい。なるほど。じゃあこれでいけるってことか。これ倒さなきゃダメなのか。よし、行くぜ。おお、なんかある、あそこ。あれなんだ。あれ取っていく。あれ、このとこに。おお、これは一体なんだ。これは一体なんて言うんだね。見せてあげる。へえ。さっきあの宝箱なかったよな。あれ、移動してねえか。宝箱が移動したのか。なるほど。よくわかんねえな。謎の怪奇。なるほど。じゃあこれで、ああ、はいはいはい。いけるだけね。俺は行かなきゃいけないんだよ。まあ、ここまでだからな。行くしかないだろ。俺、カイル・デュナミス。なんだ ?15 歳。え？英雄を目指して修行中さ。何事？俺、カイル・デュナミス。狂った。カイルが、ついに頭おかしくなっちまった。神の卵は。やばいぞ。さよなら。